Welcome to our new report on the cultural shifts and trending phenomena we're seeing around the world and in Japan. As we move through, you'll be noticing some options that will appear. Simply select these to save content to your very own curated playlist, which you can explore and share at the end of the show. To hear more about it, I'm going to turn it over to our culture and trends expert in Japan, Arigato. Makoto? Thank you, Kevin. こんにちは、カルチャー&トレンドマネージャーの前岡です。新型コロナウイルスの流行は現実社会だけでなく、YouTube 動画の視聴にも影響を与えました。外出自粛に伴い、さまざまなイベントが中止される中、ライブ配信が世界中のクリエイターやアーティストに活用されました。アーティストのまふまふさんは、昨年東京ドームで予定されていたコンサートを延期しました。そして今年5月、全世界のファンに向けて無観客でライブを配信することにしました。それも東京ドームからです。クリエイターの東海オンエアさんは、部屋に置かれたランニングマシンの上を途切れないように48時間歩き続けるというライブ配信を行いました。6人のメンバーが交代しながら視聴者に見守られ、無事フィナーレを迎えました。48時間歩くというチャレンジ自体は一見突飛なものに思えるかもしれません。しかし、どんな挑戦であっても視聴者はクリエイターを応援し、最後には達成感を共有することで、クリエイターや他の視聴者との一体感を感じることができます。サンシャイン池崎さんがジャスティスを1万回叫んだライブ配信が、多くの人に感動を届けたように。このようなライブ配信では、実際の会場には入りきらない数の観客が動画を通じてリアルタイムにイベントに参加しました。より多くの人がイベントを楽しんだり、アーティストやクリエイター、そして他の視聴者とのつながりを感じられる機会を得ることは、コロナ禍に再発見されたライブ配信の魅力の一つです。動画をアップロードするためのプラットフォームから、たくさんのスターたちが活躍する時代へ。YouTube は常にオーセンティックな人の素や本物の状態がよく反映されたエンターテインメントと自己表現の場所として存在してきました。 YouTube チャンネル The First Take は、そういったカルチャーの中でオーセンティックな音楽を感じられるフォーマットで視聴者の心をつかみました。マイクだけが置かれた真っ白な空間で、やり直しや中断のない一発撮りのパフォーマンスを行います。このユニークなセッティングが、アーティストのいつもとは異なる一面を見せてくれます。視聴者はアーティストが緊張しながら一発撮りに挑んだり、歌い終えた後に表情が緩んだりする素の姿に親近感を覚えます。また、アーティストの感情を表すように、声や表情、体が動く様子がフィルターを通さずに届くことで、本物らしさを感じ取るのです。素を見せることがよりネイティブな動画表現になりつつある中で、自分で動画を撮影し発信することも増えてきています。近年ではたくさんの芸能人やアスリートの方々も YouTube に参加し、 YouTube のクリエイターと同じように動画を作っています。タレントの指原莉乃さんが約30分にわたってご自身の普段のメイクを詳しく解説、実演した動画は、2021年に最も再生された動画の一つとなりました。半目メイクが大事なんですね。こっからが特に、いつも鏡見るときってこうやって見るじゃないですか。動画を通じて自宅に人を招き入れたり、他の人の自宅を訪れたりすることに抵抗がなくなった私たちは、より深くお互いの人生や生活について知るようになりました。柏瀬チャンネルの柏瀬さんは、自転車の事故に遭い車椅子で生活し始めました。事故の3日後、ご自身がどのように生活していくかを見てほしいという思いから、柏瀬さんは YouTube に初めての動画を投稿。そして今年、柏瀬さんの家族がどのようにサポートをしながら日々を送っているかをありのままに見せたルーティン動画は、たくさんの人に視聴されました。フィルターの少ない素の表現は、喜びや痛みなど人間の感情を素直に伝えることができます。インフォーマルな動画はメッセージを伝えたり自己表現を行うときに最もパワフルな手段の一つとなるのです。没入というと VR 動画を想像するかもしれませんが、
動画コンテンツはより講義の意味で視聴者がエンタメの世界に深く浸れる没入体験を作り出しています。例えば Apex Legends は2019年にリリースされた FPS バトルロワイヤルゲームです。 YouTube 上では昨年から今年にかけてその人気を伸ばしてきました。オンラインプラットフォームで様々なトーナメントが開催され、ゲームクリエイターやプロチームに所属するプレイヤー、VTuber やアーティスト、漫画家までバックグラウンドの異なるプレイヤーが参加しました。トーナメントではチームを組んで戦いますが、視聴者は自分が好きなクリエイターの視点から大会を観戦することができます。また当日以外にも練習期間が設けられている場合は、視聴者はライブ配信や動画でクリエイターたちのコラボレーションを楽しむことができます。大人数で長期にわたるコラボレーションは、視聴者により没入的な体験を提供します。一つのコンテンツ、イベントについてその過程で変化していくクリエイター同士の関係性やチームの進化などを複数の視点から自分の好きなだけ追っていくことができるからです。近年多くの人が外出を自粛している中で、視聴が増加したジャンルの一つが川の流れ、波の音などの自然の音や映像です。YouTube をテレビで見るという習慣が広まりつつありますが、こういった映像を大きなスクリーンで楽しむことで、自宅にいながらも自然の中にいるような安らぎが得られます。没入体験を提供するコンテンツは、実際に訪れることができない場所と精神的なつながりを持ったり、あるいはローファイヒップホップに代表されるようなリラックスしたり、仕事や勉強に集中したりできる環境をその場で整えるといった目的にも役立ちます。新型コロナウイルスの影響を受け、やりたいこと、できることが制限される中でも、人々は動画を使い、クリエイティブな方法で人や世界とつながろうとしていることが分かりました。ご紹介したトレンドや動画カルチャーの事例が、皆様のマーケティング活動やビジネスに少しでもお役に立てば幸いです。